サビ報復絶踏興奮必至登場から20周年を迎えた今もなお世代を問わず圧倒的な支持を受ける国民的ボードゲーム桃太郎電鉄やればやるほどやめられない万人に愛されてきたあの面白さがフィールドをパチスロに乗り換えてやってきた誰もが楽しめるゲームシステム激アツのスケル液晶スケビ搭載ノーマルタイプ最強の出玉率桃鉄の魅力とパチスロの魅力を同時に楽しめる待望のコラボレートマシーンパチスロ桃太郎電鉄桃鉄のゲーム性はパチスロにも踏襲基本的に目的地に到着すればボーナスだ ビッグおよびミドルボーナスの組み合わせはそれぞれ4パターンビッグボーナスの純増枚数は約311枚驚愕はボーナス確率ノーマルタイプ最強クラスの合成確率により誰もが時間を選ばず安心して楽しめる出玉の波によってはボーナスの連結車両も夢じゃない通常時にも熱いポイント満載約78分の1で出現するのがレアリプレイレアリプレイが成立すれば演出用 RT 特急ロードに突入メダルを減らさず液晶演出が楽しめるそして銀河鉄道カードを引けば期待度大幅アップのチャンスゾーン銀河タイムへ連続演出に発展することもさらにさらにスケビが透けてスピンダイスが出現すれば期待度マックス停止した数字が大きいほど期待も膨らむレアリプレイから始まるボーナス行きの特急列車ボーナスまでの路線はパターンいろいろ銀河タイム経由は熱い期待感高まるチャンス目もあり激アツは3連チェリー成立すれば 50% でボーナスとなるまさにハイチャンス目もちろん桃鉄ならではの多彩な演出も盛りだくさん桃鉄ではおなじみのキャラクターたちがゲーム展開を盛り上げる マップ系演出から発展する連続演出も熱い スピンダイスが出現すればやっぱり激アツそしてこちらはライバルたちとゴールを競う列車レース ノーマルタイプにして最強かつてない当たりやすいボーナス確率激アツのレアリプレイ実現すれば期待度マックススピンダイス幅広い年齢層から熱烈に支持される桃鉄が誰もが納得のスペックを伴って登場これぞまさに究極のエンターテインメントマシーンパチスロ桃太郎電鉄桃太郎電鉄は今年で20周年第1作目が登場して以来シリーズ累計出荷本数は1000万本を突破したハドソンの看板タイトル2008年は20周年の集大成として年末に新タイトルを発売さらに盛りだくさんの記念イベントを開催予定桃鉄の魅力は誰にも止められない
サビ。